はい、冒険家の皆さん、こんにちは。今日はですね、Google フォームの、結果だけを、他の人と共有するときの方法ね、これ、僕ね、時々 よく聞かれるんですけど、忘れちゃうので、自分の備忘録も兼ねて、やってみたいと思います。これね、そんな難しくないんですよ。まずね、ちなみにこれはね、今日実際に僕が海外日本教育学会で使ったアンケートフォームのコピーです。コピーだから実際に皆さんのね、レスポンス回答はまだゼロなので何にもないんですね。はい。で、じゃあね、ちょっとちなみに、まず一つちょっと答えてみましょうか。はい。データがないとね、困るんでね、みんな。1番、はい。で、ちょっとインドでしたね、今日はね。インド。で、最高。最高、最高。テスト、ごめんなさい、もうめんどくさいからテスト、はい。テスト、こんなふうにね、書いて、はい、配ります。あ、じゃあ、配りますじゃなくて、回答します。で、最初ね、この状況だと、結果が見られないですよね。で、ここでね、結果を見るっていう、そういうオプションを表示する方法があります。それがね、こちらですね。どこだったっけ？レスポンスじゃないな、セッティングの方ですね。セッティングのプレゼンテーションの中の、View、リザルトサマリーっていうところですね。で、ここのところにね、このリザルトサマリーっていうリンクがあるんですよ。このリンクね。これをね、ちょっとリンクをコピーして、それをね、自分のところで開いてみると、答えを見ることができます。簡単なんですよね。ここまでは簡単。だけどね、ちょっとこれには落とし穴があるんです。なぜかっていうと、今ね、これ僕自分のアドレスで、てか自分のね、Google のアカウントで入ってるから見ることができるんですけど、例えばね、今こうやってシークレットモードに入って、それでもう一回さっきと同じ、リンクを、ね、開こうとすると、こういうふうにね、権限が必要ですというふうに出ちゃうんですよ。出ちゃうんですよね。はい。で、それを回避することが、やり方がですね、ちょっと待ってね。こっちです。さっきのこの、セッティングですね。Google フォームのセッティングの、そう、ここのところです。View Result Summary のところをオンにしておくんですね。オンにしておくんです。はい。で、これをもう一回、さっきコピーしてありますけど、じゃもう一回一応コピーしておいて、これさっきと同じシークレットモードですね。で、権限が必要ですって言われちゃいました。で、ここのところにもう一回ペーストして入ってみると、そうするとですね、こういうふうに、結果を見ることができます。つまりその権限が得られたっていうわけですね。はい。これとっても簡単なので、でかつその、アンケートのね、結果をすぐに人に、共有しなきゃいけないときにはとても役に立ちます。はい。実は それを今日はさっきこの海外日本語教育学会のその例会のね、委員の中で、そういうやり取りがあったので、ちょっと思い出したので、これ録画してみました。はい。とても簡単なハックです。皆さん使ってください。はい。失礼します。フィルムレンゲ。